かも。すみません、マスター突然。あ、いいですよ。失礼します。はい、どうぞ。じゃあマスター、チャーハンと、はい、はい、中華カツ丼。はい、わかりました。お願いします。え、あ、そうなんですか、ね、はい、それで、大量判定っていうのが、you
ありがとうございます。はい、お疲れ様です。その片栗粉ですか？でんぷんです。でんぷん粉。でんぷん粉ってじゃがいもの粉です。あ、じゃがいもの粉で。片栗粉と、小麦粉あって、はい、それで中華は大体要するに中華のとろみの元が片栗粉ででんぷんになってます。あ、なるほどですね。はい、そうですね。中華料理屋さんはもう全部でんぷんも持ってますね。はい、そうですね。あれはうち一軒隣にあるじゃないですか、もう一つ。はい。はい、はい、あれはあれです、うちの父親が最初あそこでやってまして、はい、お父さんが最初に、はい、初代が、はい、中華料理屋あそこでやってて、はい、それでちょっと一時期隣が火事出して、はい、それでちょっとうちももらって火事、あ、そういうことですか、はい、なんで2つお店あるんかなと思ってですね、はい、そうですそうです、だから、はい、そうですねじゃあ今のマスターは2代目さんということで、はい、あ、お隣さんの火事で、いや、お隣さんの火事がもらって、で向こうから来るお客さんはうち絶対閉まってるって勘違いしてびっくりして帰るってパターン多いんですけど、そうなんです、最初僕も閉まってるのかなと思って、コロナで行かれて閉まってるって言ってたみたいですねなんかパッと見こっちの方が年季入ってるように見えるじゃないですか。あ、そうですね、テントとか、あ、そうですね、もうテント20年くらいで、テント張り替えてもう20年経つんで、テントの古さ加減が年季が入っていいですよね歴史ある店が好きな人はそうですね、はい、そうですか、いや、いいと思います、いや、僕だけですいや、いいと思います、もう大好きです。でテント張る、マスター、これ、お金持ちありますけど、はい、出前もしはるんですか？出前もしますよ、昔なんて言うたら、もうめちゃくちゃ大好きだ。定食もありますけど、はい、定食とちょっと悩んだんですけど、ね、これチャーシューですか？それそうですね、焼き豚ですね。焼き豚、焼き豚と酢豚と卵焼きと焼き豚、分厚い、お得ですよね。これで700円ですか？そうですね。お店だとライスと、あ、ご飯とスープがついて、はい、あ、これ激安じゃないですか？あ、そうなんでね。あ、そうなんですか。あ、中華カツ丼っていうので、そういうのが中華のカツ丼が珍しいってことで、はい、来てくれるみたいですね。はい。はい、まあ昔からやってるからそういうメニューがあるということなのかもしれないですね。あ、はい、だから五光寺の宝台とかも昔はカレーライスとかやっとったらしいですね。ああ、そうですよね。そうですね。それから歴史、古いとこはそういうふうに、なんかいろいろ大衆に合わせたメニューとかみたいですね。はい、これもあんなんですね。そうですね。中華の、要するに片栗粉で固めてますね。ああ、中華あんで。はい、そうですね。これマスター、チャーハンは具材は、玉ねぎと鶏肉のチャーシュー、はい、あ、玉ねぎと鶏肉のチャーシュー、はい、ね、あ、豚チャーシューと両方、はい、そうですね、あ、いいですね。
マスター、これカツ丼の方の具材は、カツ丼の方は豚肉と人参とネギと玉ねぎ。ああそうですよね、豚肉、人参、玉ねぎ、ネギ。この餡は何て言ったらいいんですか、このです。あの鶏ガラスープがベースで、鶏ガラがベースで、はい、それでスープがベースで、はい、それではあと醤油と、砂糖とお酒ですね。あ、醤油と砂糖とお酒と入った、はい、ああめっちゃ優しくて美味しいですよね。あ、そうですね、普通の和菓子、食べやすいです、ね、はい、はい、すごい、はい、ご苦労様。チャーシューですか？焼き豚ですね。焼き豚。焼き豚と黒豚の焼き豚。分厚い。